どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はこちらユニクロ U の新作オーバーシャツジャケットかっこデニムについて研究していきたいと思います。今回もですね、こちらうちのね G5 にしっかりと引っかかっております。引っかかってるっていう表現はちょっと違いますかね。かけてあります。こちらのジャケットはね、正直ね買うつもりなかったんですけど、試着してみたらね思ってた以上に良くてですね、買ってしまいました。所長はですね、ちょっと前のねヒッコリーシャツからまたねこうワークスタイルっていうのにちょっとハマり始めてまして、まあ、ドクターマーチンなんかもね先日買ったばっかなんですけど、なんかねこういったのがね目に留まるようになったんですね。当然のことならね、これなんかもうドクターマーチン合うかなと思って今回は購入してみたという感じです。もしよかったらね最後までご視聴よろしくお願いします。それではね早速研究していきたいと思うんですが、こちらの商品は値段が6,990円です。サイズの方は L サイズを購入しています。所長は身長184センチ、体重は75キロです。今回のユニクロ U はですね、シャツジャケットがですね、他にもブラウンとカーキじゃないかな、オリーブかな、があったかなと思います。デザインとしては一緒なんですけど、こっちはまあデニム生地ということになってます。でもね、結構柔らかくて、着心地も良かったかなと思ってます。で、ポケットもですね、これたくさんついてまして、結構大きめのポケットですね、こちら。そしてこちら。そして内側もね、こっちポケットついてます。ここね、正直ね、あんまり使いにくいです。胸の位置が結構高いです。で、こちらの方ですね、ここにもですね、ちょっとポケットがありまして、ここは内側ではなくて外側なんですね。初めこっから入れるのかと思ったらこっち側から入るんですね。こっち側からプロテインバーが入ります。はい、すいません、仕込んでました。それではね、このままちょっと着てみようかなと思います。はい、着用するとこんな感じとなっております。ちょっと一周します。はい、いかがでしょうか。184センチの僕でね、まあ、袖がちょっとギリギリかなっていうぐらいですね。まあ、この辺もね、気になる方は大きいサイズ買ってもいいかなと思いますが、僕は最近結構ね、インナーのこう T シャツとかこういったのをね、出すのがハマっているので、そういう意味ではね、袖の長さこれぐらいでいいかなと思いました。かなり濃いめの色合いなのでね、綺麗めな感じでも着れるかなと思いますね。ワークスタイルでもいけるし、まあ、ちょっと綺麗めな感じでもいいかなと思います。ちなみにこういった感じで僕の世代だとね、これ G ジャンって言ったりするんですね。ちょっとね違いますけど、これねデニムですかね。まあ G パンって言ったりしましたよね。 G パン、 G ジャン、 G5。 はい、うまいことできました。すいません、これはもうねこの撮影入る前からやろうと決めてました。正直すいません、話元に戻りますが、研究員の方ね、結構20代の方もね多いので、20代とか30代の方だとあんまり G パンとかって言わないんですかね。30代はさすがに言いますかね。所長と同じね40代の方は間違いなく G ジャン、 G パンの世代かなとは思っております。僕は普段あまりねデニムのセットアップってやらないんですよね。持ってないんですよ。それこそデニムジャケットって実は持ってなくて、デニムシャツはね他にもあるんですけど、こういったちょっとシャツジャケットか、今回はシャツジャケットというか、ちょっとジャケットタイプのものっていうのは持ってなかったので、そういう意味ではデニムってねあんまりやることがなかったんですが、今回のおしゃれマッチョコーデではデニムとデニムでちょっと合わせてやってもいます。まあパンツの方はねザラのものなのでちょっと違うんですけど、よく見るとね色味は違うんですが、ちょっと似てる感じのデニムの色合いのものと合わせて、そしてねインナーを特別に今回のこのコーデのために一着ねユニクロの T シャツを買ってますんで、まあ、その辺ももしよかったらね研究員の皆さんに見ていただければいいかなと思っております。それでは行きましょう、おしゃれマッチョコーデスタート。
はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。研究員の皆さんが何か気に入ったのがあればいいかなと思っております。で、動画内でも見せたんですけどね、今回ね、こちらですね、ユニクロ UT のね、 T シャツですね。これ今回購入してみました。このね、赤いハートの部分、どちらかというと女性っぽいデザインなんですけど、あえてね、ちょっと中年のおっさんが着てみました。なかなかチャレンジャーですよね。近頃はね、まあ、とにかくユニセックスのものが多いので、まあ、これね、まあ、男性でも女性でもね、僕は着れるんじゃないかなと思って、これを購入してみたって感じですね。まあ、普通にね、ちょっとシンプルに決めたかったら、中はね、こういった白い T シャツでもいいと思うんですけど、ちょっとね、こうアクセント的に使いたいときはこんな感じで、まあ、本当はね、プリントでもいいかなと思ったんですよ。プリントっていうか文字ですかね、なんかアルファベットがね、こうバッて書いてあるようなものでもいいかなと思って探してたんですけど、まあ、僕はね、ユニクロの中でこれがちょっと目に留まったので、今回これを購入してみたという感じになっております。まあ、こういうのね、僕で大体ね、すぐ飽きちゃうタイプなんで、数回来たらね、多分寝巻きになっちゃいます。あとはですね、ポケットの位置がですね、こうワークジャケットなんで、こうなんていうんですかね、上からこう入れるタイプですね。まあ、これはこれでね、結構楽っちゃ楽なんですけどね。ポケットがかなりでかいんで、本当にいいですよね。先ほどのプロテインバーじゃないですけど、こっちに、あれ?アナバイトも入ります。はい、すいません。二つ目の仕込みでした。という感じで、トリーニーの方には嬉しいね、ポケット収納たくさんあるタイプのやつです。おそらくプロテインシェイカーも入りますし、サプリメントとプロテインバーも入るし、すごくいいジャケットなんじゃないかなと思います。はい、という感じで今回はユニクロ U の新作オーバーシャツジャケットカッコデニムを研究結果として報告させていただきました。研究員の皆さんにはどう映りましたでしょうか。まあ、こういった感じのね、コーディネートもね、もう春らしくていいですよね。もう早く春来ないかなって感じ。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。楽しめた方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、たしゃ。ん?内ポケに、若元。